職業ですか。あ、一応お昼は品川。品川。はい。で、リモート配信その、来たら、仕事道具、商売道具でもない、趣味でも買っていただいて。そうですね。はい。一応仕事を持って普通にしとけば、なんかこう、済んだ。ああ、いじられる星に生まれてる。今日来た時からもう来てなんかその辺ボコボコぶつかってほんでスタンド立てよう思ったらスタンド潰れてるってなってな。ああ始めちゃう、始め来た時駐車場ないって来てな。あるんちゃうすぐそこ、僕は初めて来たのすぐそこに来てたから。そんな星の顔してますね。そういう人は得するんですよ。うん、今度初めさせていただきたいと思います。次もスカイエーの同じ番組なんですね。ゴルフ番組なんですけど、年代がちょっと変わって、だから2015-16と使われた曲です。モナナビ。
この秋です、はい、次は、ちょっと思考を変えまして、僕ばっかり弾いてるんで、ソロをちょっと一回若い二人メロディーもアドリブもお任せしようかな、ね、ちょっと言うようにしたいですうまいこと弾いていただいて次の曲はですね、イーストリバーサイドという、まあ、あのイーストリバー の5年前ぐらいからね、僕初めてアメリカに行ったのが5年前6年前かなんですよ。だからもう30後半で初めて、それまで中国しか行ったことなくて、海外というのは、初めて行ってね、で仕事で行ったんですけども、しかもね一人向こうの人と交流して仕事をするみたいな感じなんで、なんか日本人が力何人か行くとかじゃなくて、もう一人で行ったら、ものすごい全然友達もいなく、で全然英語も喋れないんで、なんかこう、どういったやつか、欲求不満のまま、ほっといてもらえるところって言ったら、イーストリバーぐらいですね、イーストリバーの旗にベンチがいっぱい並んでるんですけど、そこに行って。なんとか買ったマクドナルドで買ったハンバーガーをなんとかで、コーヒーもブラックって何回も言ってるのに真っ白いやつ出てきたりとかなんでやろうと思いながら、ものすごいショックな気持ちのままリバイストリバーの旗で座ってるとですね、一匹の犬がですね、もう今このね6年ね毎回行ってもねずっと、ね、住んでるんだと思うんですけど、それぞれいつも寄ってきて、そのやっと買ったハンバーガーをこうすぐ狙ってるっていう感じで、あれね、あげてしもたからね、僕の顔みたいなのくれるやつやと思ってね、また来るんですね。初めの2年ぐらいそいつだけやったかな、友達そんな曲ですどんな曲リストリThank you.
ね。あんた服ね。喋ってる時と全然こう服に混んでるね。笑ってる時ですね。言うてもね。拭いたらいいね。あんたも引くね。リハと全然ちゃうやん。リハ何にも音聞こえへんかったね。この子やる気あるからね。もう一度お二人に。はい。次はちょっとロックな曲ですね。はい、サンセットオブサンタモニカ。本当にもうあのサンタモニカに行って、LA で、CD に入っているギターは向こうで撮ってきたことです。はい、そんなロックな曲を。これはあのタイアップ募集中なので、何か。お疲れ様でした。これは募集中なんです。マルシテンズのファクセルを期待してるんですけど。今のところないんで、まだ。はい。いきますか。はい。はい。We'll be right back.
聞いてるから俺らがちょっと戸惑ったから聞いてくれたらええねんけど、ありがとう。まだ弾いてますから、ちょっとどうしましょうか、ね。若い人が弾いてはるから、ちょっと、ちょっと、戻りましょう、ね。の、あの感じでした、今のいいですね。エオドシエの音飛ぶね、それ。ユーロ返しね。ちょっと語る曲ですけど、まあ、どうですか。で、テレビどうかなと思いながらやってたんですけど、タイアップ来そうですかね、大丈夫ですか、ね、テレビ関係ね、ちょっとね、言うてるんですけど、こう僕から言った時に、限って来ないんですよ。ほんで、なんかね、僕が忙しい時にニッカッと発注来てね、で、書いて、一番いいと思った曲は選ばれず、二番手、三番手選ばれて、で、じゃあ、ね、次また2枚目作ろうかなみたいな。